スツ町は北海道尻部市総合振興局管内にある町、スッツに属す。スツ湾に面した日本海側の町。町は主府都市側を挟んで、スッツ側と宇スッツ側に大きく分けられている。主に山岳地帯と海岸地帯で形成されており、平野部は下川水いと川口付近のみである。山岳地帯の最高峰は、 スッツホロ別だけ頂上の892.3メートル。海岸は岩礁部分が大半であり、砂浜はシュブト川河口など数箇所しかない。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。津島暖流の影響で北海道の中では比較的温暖な気候である。春から夏にかけてはダシ風と呼ばれる強風が吹く日が多い。これは 噴火湾からスッツ湾にかけての黒松内定地帯が徐々に狭まっていることにより、ハエや南東風が強まりやすいためである。多摩風の吹く時には太平洋側から低い雲が流れ込んでくる時も多く、日本海側の他の町が晴れている時であっても、スッツだけは曇ったり霧雨が降っていることがある。冬は西高東低の気圧配置による北西季節風の影響で、 雪の降る日が多く、日照時間は極めて少ない。年間の最大積雪芯の平年値は73センチメートル。強風を利用した風力発電所が、渋戸川河口、スッツ温泉付近、月、コシ山脈のふもとの3カ所に建てられている。なお、スッツ側溝所で観測された最大風速の記録は秒速49.8メートル。これは、 北海道のすべての気象台、速攻所の中でも最大の記録である。全面積のうち森林が7439ヘクタールと78%を占める。そのうち国有林が25%、同有林が38%、民有林が37%。林種別に見ると天然林が大半であり78%、人工林が12%、 その他が10%となっている。樹種はカツ、松、トドマツなどの新葉樹、ブナ、白ンバなどの紅葉樹が見られる。また、強風のため変形樹が多く見られる。2006年8月の黒松内森林事務所による調査で北海道一大きな水ならがあることが分かった。また、2007年4月には国内最北のブナ林が弁慶岬付近にあることが確認された。 これは、それまで最北とされていたランコ市町ツバメ沢よりも約1 5キロメートル北である。最低標高とおぼしブナの群生も発見されている。日本海に面しているため、漁業が盛ん。かつては、ン漁で栄えた。現在は、コーナゴから作る、生炊きしらす、小とぶき柿などが全国的に有名。農業については、だし風という土地柄からあまり盛んではない。 小さな町だが菓子屋が多く、有名な我が西もは、実はスが発祥の地である。他に簡易郵便局として、美国、孫岩、湯別がある。かつてあった、学校、編集町内を鉄道路線は走っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道函館本線黒松内駅。かつて存在した、鉄道、編集室鉄道市外局番は0136。 市内局番は60から69。うち、NTT 東日本が使用している番号は62から67。もともと、スッツ町は、テレビ電波が直接届くには障害の多い地区で、昔から、テレビ電波だけでなくラジオ放送も届きにくい難、市町地域だったため、近くの山奥に共同アンテナを立てて、かっこにテレビを、配信して見ていた。今は、隣の町に、 ス中継局が設置されたため、個別にアンテナを立てて見られる状況にあるが、室町は海岸線のため、特に沿岸や強風による風雪外、カラス等による障害で、アンテナの寿命が極端に短いとあって、現在もテレビ、室放送による共同受信を行っている。1977年から足掛け3年を経て、北海道電波管理局より個人局として、 北海道で初めて許可を受ける。1979年1月8日より自主放送開始。現在は小学校の運動会やお祭りなどの放送をしている。詳細はテレビ、スッツ放送を参照漫画家の本城隆によりデザインされた風を受け飛んでいるワンパク坊主である風太というマスコットキャラクターがいる。マンホールの蓋、消防車のペイント、 街灯、特産品の袋、スッツ漁港堤防の壁が、町内一部店舗で買い物をした際にもらえる、風太くん、スタンプなど、スッツ町内では、至るところで見ることができる。作詞、中谷淳平、作曲、原常時、歌、北島三郎による、風のロマンと、弁慶美崎。1997年7月に日本クラウンから、シングル発売されたが、ヒットはしなかった。 シングル CD、シングルカセットは役場などで購入できる。日本クラウンの北島サブロー大前集にも収録されている。歌詞はこちら。漫画、編集、ありがとうございます。